部活のためにいい点取るのか。はあ？なんでそんな話になってんだ。右腕って柄かよ。今から勲章に浸ったところでどうにもならないだろう。せいぜい悔いのないように親睦を深めたらいいんじゃねえのか。ああ。授業はこれまで。今日の内容は試験に出るからしっかり復習しておくように。いや、いい、一人で勉強したいから。じゃあね。もしもし。うん、そうだけど、どうかした？ぼーっとしてるみたいだから何かあったのかと思って。待ち合わせでもしてるの？それならよかった。でも図書室が今満席みたいなんだ。いえいえ、どういたしまして。
じゃあね。お前、何ビビってんだよ。わざわざ出て行かなくていい。図書室は満席なんだろう。勉強の邪魔をしないならいてもいい。お前、さっきから本当に勉強してんのか？ずっと上の空に見える。でもさっきから教科書開いたまま進んでないだろう。何かあったのか？何かあったのかと聞いたんだ。まだやり始めたばかりじゃないのか？邪魔じゃねえけど。別に、帰るならさっさと帰れよ。ヒンメル大秘宝は白銀部所有のもので、青部や生徒会室とは基本的に関わりがないからな。中に入れるのはこういう行事くらいだろう。どこがだ？それに実際にはパーティーじゃなくてその準備をしに来たんだろう。全員揃ったようね。それではこれよりクリスマスパーティーの準備を始める。各自持ち場について。はい。
俺たちはここにある食器の枚数確認をする。お前は奥の棚から数えろ。俺は手前からやる。聞いてんのか。何じゃねえよ。お前さっきから手が動いてないだろ。これしかできてないのか。遅すぎる。俺はもう全部数えた。お前が遅すぎるんだろ。ここ数日いつにも増してぼーっとしてんな。理由を話せ。いいから話せ。大体の予想はついてるけどな。どうせ俺に言われて気に食わないことでもあったんだろう。お前が仮入部した時も俺が足を引っ張るなと言ったら無駄に気にして部活をサボったよな。同じようなことだろう。意味わかんねえ。なんでお前が落ち込むんだよ。関係ないだろ。来い。こっちに来い。次の俺の仕事を手伝え。あんなの最後に回してもすぐ終わるだろう。あんな適当に仕事されたんじゃ迷惑だって言ってんだ。次の仕事は二人がかりでやるから絶対集中しろよ。そうしないと終わるもんも終わらない。それとあの女とお前は違うだろ。気にする必要も落ち込む必要もない。わかったのか。ならいい。早く行くぞ。体育館から他のマイクを借りてこい。それで試してみろ。クラスの数が減っています。これじゃ足りません。購買から借りろ。なるべく形の似ているものを選べ。
そこ何やってる。演説台はもっと左だ。ねえ、そこの空箱を裏に運んでくれる？終わったらこっち手伝ってね。本日はご来場いただきありがとうございます。僕、伊佐の社は生徒を代表してご挨拶させていただきます。このヒンメル大秘宝は僕が部長を務める白銀部の所有で、この花、来い。抜けるぞ。このパーティーからに決まってんだろ。いいから来い。るっせえな。どこでもいいだろう。準備はもう完璧にしてある。あとは予定通りに進めるだけだ。スタッフは十分な人数がいるから、二人くらいいなくても手は足りるだろう。それに俺はもう十分働いた。俺にとってはクリスマスなんか何もしなくても勝手にやってくるただの一日だ。でもお前にとっては違うらしいからな。前に言ってただろ、せっかくのイベントだからどっか行きたいとかなんとか。今思い出したのかよ。で、どこに行くんだ？別に。どこかに行きたいって言ったのはお前だろ。そういや、雪の予報だったか。わざわざ雪が降ってる時に屋上かよ。よくそんなにはしゃげるな。雪が降っても寒くなるし歩きにくくなるだけだろ。雪が降ってる時は外に出ないで家にいた方がマシだ。寒くないのかよ。さあ、普通だろう。
そんなんで温まるわけないだろう。なるわけ。いや、少し温度が変わったか。下、見ろ。お前の能力って本当役立たずな手品レベルだな。だけど暖かい。お前、今何してる？要は暇なんだな。外を歩いてる。どこでもいいだろう。お前、初詣に行く予定はあるか？誰と行くかもう決めてんのか？人の予定を勝手に決めんな。入ってない。ああ。今のが用事だ。もう目的地に着くから切るぞ。それを言うにはまだ早い。開けるのが遅い。初詣行くんだろ？そうだ、早く来い。じゃあそこから飛び降りるんだな。いいから早くしろ。誰かが来る前に早くしろ。この距離なら大丈夫だろう。痛いのはこっちの方だ。なんであんなに思いっきり飛び降りんだよ。怖いとか言うならもっと慎重に降りろ。してない。そっちは？
そうか。ならもう行くぞ。何笑ってる。お前案外いい度胸してるな。スクア、いつまで乗ってんだ。さっさとどけ。寮を抜ければあとは楽だ。校舎には人がいないからな。急いで出るぞ。ようやくここまでたどり着いたか。よそ見すんな。はぐれるだろう。さっさと参拝してさっさと帰るぞ。適当でいいんだよ、そんなもん。神社によって違うところもあるらしいが、基本は二礼二拍手一礼だ。常識だろ。最初だよ。まず軽く一礼してから賽銭を入れて鈴を鳴らす。それは鈴を鳴らした後。俺たちの番だ。後ろが使えるから早くやれ。さっさと帰るって言ってんだろ。大吉。いつの話だよ。それにおみくじはくじ運関係ないだろう。おい、誰かに見つかる前に早く部屋に戻れ。いや、この時間なら寮の入り口の鍵は開いてるだろう。見つからないように気をつけろよ。じゃあ。それじゃあ。
なんだよ急に呼び出して。年賀状？年賀状って手渡しするもんじゃないだろう。あんなもんで喜べるとか、安上がりなやつだな。これから時間あるか。中庭の方はまだ雪が残ってたから、一瞬だけならお前のやりたがってた雪合戦してもいい。大人数でできるほど残ってない。バリケードも無理だな。嫌ならやめる。はい。用件は何だ？初詣行ってお前に年賀状手渡しされた。じゃあお前は想像できる側の人間だな。溜め込んだ宿題でも慌ててやってたんじゃねえの？年内に終わらせた。溜めておいて後で焦りたくないからな。それでお前は宿題終わったのか？こんな無駄話してていいのかよ。俺と話してて気分転換になるのか？
緒だったでしょ。席替えをする。この箱の中に入っている番号札を引いていきなさい。引いたものから移動しなさい。隣は伏見。よろしく頼む。元日の夜中に木の花と初詣へ行ったらしい。だからなんだ。そんな時間に出歩くのは寮の規則違反だ。チクりたきゃチクればいいだろう。そのようなことはしない。なぜなら実は俺もシロと猫と初詣に行っていたのだ。ふーん、二人に付き合わされて仕方なくだったのだが、行ってみると案外楽しいものだ。あのような時間に抜け出すなどしたことがなかったから少々緊張した。そりゃよかったな。伏見は楽しくなかったのか。まあ多少は楽しかったと思う。バカは風邪ひかないんじゃなかったのかな。バカより風邪を否定すんのかよ。風邪じゃなきゃなんだ。普段頭を使ってない証拠だな。授業ここまで。次までに宿題やってくるように。これから部活？ほほん、じゃあ例のブツは部活中に渡す作戦かな。またまたとぼけちゃって、甘くて茶色いあれだよ。そうそう、チョコは持ってきたのかい。大丈夫、バレンタインは心だよ。心がこもっていれば喜んでもらえるはず。ところで誰に渡すのか聞いてもいい？
校じゃないかなって思ってたんだ。それだったらなおさら喜んでもらえるはずだよ。じゃ、部活頑張ってね。こんにちは。お前は各部活動を回ってこの用紙を配布してこい。渡すときこの枠内に来年度の活動予定内容を記入するよう伝えろ。ようやく帰ってきたか。寄り道でもしてたか。それならいい。時間も時間だから今日も帰る。俺は風紀委員の方でやり残した仕事があるからそっちに行く。どいつもこいつもバレンタインなんかで浮かれやがってよ。俺は好きっすよバレンタイン。なんでだよ。もしかしてお前チョコもらったのか。毎年バレンタインの後ってそこら中でチョコが安売りしてんすよ。だから好きっす。しょうもない。大体お前はな。やったぜ前危ないっす。よっ悪いって。おお女かよ鎌本。なんで何も言わねえんだ。俺言いましたよ危ないって。遅いんだよ。おい悪かったな。お気をつけて帰れよ。ここで何してる。チョコ。じゃない。何かって。別に
いつもと同じだろう。おはようございます。どうしたのですか？暗い顔ですね。そんな顔をされては安心して卒業できませんよ。卒業は喜ぶべきことなのですから、笑顔で送り出してください。私はこの学園に思い残すことはありません。青部は伏見君や君という心強い後輩が立派に牽引してくれると確信していますから。君と伏見君にペアを組ませて本当に良かったと思っていますよ。君は彼のサポートにあらゆる面で助けられたでしょう。またそれ以上に伏見君にとって君とのペアは大きな糧になったと思います。仕事の上ではそうだとしても、もっと根本的なところで君の存在は彼を助けています。心置きなく伏見君に次期部長を任せられるのも君のおかげですよ。自分に自信を持ってください。君は伏見君にとっても青部にとっても必要な存在です。在校生掃除。先輩方、本日はご卒業おめでとうございます。部活動や委員会活動など様々な場面で僕たちを導き手本となってくださり本当にありがとうございました。先輩方から学んだことを今度は僕たちが後輩に伝えていきます。卒業後も時には我が校を訪ね近況などをお聞かせください。本日はご卒業おめでとうございました。伏見さん、掃除の言葉ありがとうございました。粟島先生に頼まれたからやっただけです。掃除の言葉通り、時折青部に訪れて伏見君の部長ぶりを見せてもらうことにします。勘弁してくださいよ。室長に見られてたらやりにくいんで。ではここで部長新任の挨拶でもしてもらいましょうか。別に今さら改まって言うことなんかありませんよ。今後の方針など何かあるでしょう。まあやることやってください。以上。ずいぶん短い挨拶ですね。しかしそれが伏見君のやり方なら従うほかないでしょう。青部をよろしくお願いしますね。まあ適当にやりますよ。伏見君には彼女という心強いペアがいますし大丈夫と信じています。心強いってこいつがですか？この花さん、1年間よく頑張りましたね。これからも伏見君を支えていってください。君が入部してくれたおかげで青部はより活気づきました。楽しい時間をありがとうございました。
3年は外に出なさい。父兄が待っているわよ。ええ、必ず来ますよ。君もお元気で。体調には気をつけてくださいね。何事も頑張りすぎはよくありませんよ。では失礼します。俺門までお見送りします。俺も。あ、伏見君と小野花さん。伏見君は新しい部長としてこれからよろしくね。はい。あなたも学園では珍しい転入生で、最初はどうなることかと思っていたけど、すっかり青部の一員ね。それは顧問として嬉しい限りよ。これからも楽しむ気持ちを忘れずに部活を続けていってね。お前は行かなくていいのかよ。何もめでたくない。部長なんて面倒なだけだ。信頼なんかされたって何の得にもならねえよ。とか始業式にある学園長のお話ってこんなにも人の眠気を誘うんだろう。クロ君相変わらずだね。我が輩ちゃんは限りなくフリーダムだし、シロ君は穏やかだけど、なんとなく捉えどころがないし。クロスケー、我が輩のお弁当は？今日は終業式だろう。昼休みがないのだから作ってくるはずがない。お弁当ないの？ない。クロスケひどい。シロ、じゃあこれからハンバーガーでも食べに行こうか。ハンバーガー、いいね。さすがシロン。シロ、お前は日頃から猫に甘すぎるぞ。もちろんクラのおごりで。何？ヤタ君と鎌本君もいいコンビだよね。ヤタ君、背中にゴミついてるよ。いや、そうかよ。取ってあげようか。いや、やめろ。それくらい自分でやる。そう？いってぇ、なんで殴るんすか。今俺が殴られる要素ありました？うるせえ。なんとなくだよ。伏見くんは、あれ、いないね。そうなんだ。青部の部長なんて大変そうだよね。しかし今日でこのクラスともお別れか。卒業するわけじゃないからいつでも会えるけど、名残惜しいものがあるよね。やだな、改まってそんなこと言われると反応に困っちゃうよ。私だって嬉しかったよ、この学園に来てくれて。学園生活がますます楽しくなったし。でしょ、
だからもうこういうことはいいっこなしね。友達なんだからありがとうの気持ちはビビッとテレパシーで伝えよ。入ってきたなら挨拶くらいしろ。部長部長うるさい。そういうお前は最上級生らしくない。せめて挨拶くらいしないと下の奴らがついてこないんじゃないの。新入生が入ってくる前に決めておくことが嫌になるほどあるからな。本当、部長なんか面倒なだけだ。人のことじろじろ眺めて楽しいか。バカなこと言ってる暇があったら手伝え。ああ、来たか。これで全員揃ったな。それはこれから説明する。明日は新入生が入ってくる。入部希望者への対応、また優秀な人材の勧誘について最終的な確認をしたい。が、その前に一つ発表がある。この花、今後この花には俺の右腕として動いてもらう。要は副部長のような立場だ。ああ、室長にもお前と二人で部を支えていくように言われてる。これは決定事項だ。お前に拒否権はない。今からお前は青部の副部長だ。頑張ってください。返事くらいしろ。嫌に素直だな。いい加減俺を頼りにするのはやめろ。副部長なんだから頼られるようになる。全然ピンときてないってか。俺はー
そう言うなら早速こき使ってやるよ。手始めに入学式での生徒誘導、新入生に配布する青部の資料確認、部活動全体の予算会議への出席をしてもらう。しっかりするんだろ。もちろんお前一人にそれら全てを任せるのはまだ不安要素が多すぎる。仕方ないからお前の仕事は見ててやる。ドジ踏んだら承知しないから、そのつもりでいろ。